この時間は2019明治安田生命 J3 リーグ第30節 FC 東京 U23 対ブラウブリッツ秋田の一戦をお送りします。試合の舞台は東京都江東区夢の島陸上競技場です。では FC 東京 U23 の予想フォーメーションです。システムは 4-4-2 が予想されます。今日は最終ラインの4バックすべてアカデミー所属の高校生です。続いてアウェー秋田の予想フォーメーション、システムは 3-4-2-1 が予想されます。前節から1人スタメンを変更しています。狭いところ秋田潰します。阿部からの長いボール、原が抜けてくる、原のシュート、今シーズン17ゴール目、5試合連続ゴールの原太一、得点王に向けて5試合連続ゴールです。このように少し下がった右サイドハーフから一気に裏に出てきた原太一、今シーズン17ゴール目、5試合連続ゴールです。止まりません。縦に素早い攻撃を仕掛ける秋田、中へのボールスルーをして前山が入ってくる。中村がバイタル、スルーをして前山というシーンでした。左足でシュート振り抜くという選択肢もありましたが、パスを選んだ中村です。ジャイルにボールが入る、ジャイルキーパーと1対1になる、ジャイル松本と1対1、ジャイルキックフェイント、冷静に流し込んでポストに当たった。完全にキーパーの体勢を崩しましたが、狙いすましたシュートがポストに嫌われました。ちょっと狙いすぎたジャイル、追加点はなりません。サイドに流れた青島から中村、もう一個前山、パスがつながる、倒れて PK の判定。最後は林がエリア内で倒されました。 FC 東京でプレーをして、今日はフルスとの対戦になります。プロのキャリアスタートしたのはこの FC 東京でした。林が冷静に決めた。フルス FC 東京からのゴール、林、秋田が1対1同点に追いつきます。アーリークロス、逆サイド青島、ハンドの判定、 PK です。クロスボールに対して原のディフェンス、手に当たったという判定、 PK になります。ここまで10ゴールを挙げている中村です。短い助走、中村がキーパーの逆をついた、逆転に成功ブラウブリッツ秋田、 PK2 本で2対1逆転に成功します。前山から沖野、スピードに乗って切り返す、もう一度前山、速いボールニアサイド、林のシュート、林今日2ゴール、畳みかけるブラウブリッツ秋田、3対1リードを広げます。ニアサイドディフェンスの前に一歩早く入って、鮮やかなコントロールからの反転シュート、ここで先に触りました。フルス相手の2ゴール、林クロスニアサイド、ジャエルが競る、こぼれ球吐き出したのは秋田、セカンドボール拾って品田が前を向く、品田ミドルシュート、ぶれ球、枠は捉えています。ジャエル、まあ、FC 東京はもうクラブ全体としてそこは非常に好循環となっています。
速いボールが入りダイレクト、原のダイレクトシュート、シナナのボール、原というところピンポイントのボールでした。シナナがパスの出しどころを探して、ちょっとここは苦しいパス、セカンドボールも秋田が拾う、奪った時は、時はの左足、FC 東京 U23 同点。17歳高校2年生の時は J リーグ初ゴール、ワンチャンスものにした FC 東京 U23、 これで1点差。点差まで迫ってきました。もう一度拾って、ここももうアバウトなボール放り込め、原が競るヘディング、そしてここで試合終了のホイッスル。最後接戦となりましたが、ブラウブリッツ秋田3試合ぶりの白星です。